津田慎一郎のニュースアウトサイダー。はい、こんばんは。顔は怖いが心は優しい、津田慎一郎です。こんばんは。日本放送東島恵里です。この番組はですね、世の中に溢れる本質の見えにくいニュースや納得のいかない、そんなさまざまなニュースを取り上げてですね、その当事者を、招いてとことん議論していく、そんな番組です。はい、ニュースアウトサイダー、今週は特別バージョンですよね。今目の前にお客様がいらっしゃっています。皆さんこんばんは。こんばんは。で、津田慎一郎のニュースアウトサイダー、初めての公開収録ということで、はい、たくさんの、本当にたくさんのね、方々にこんなに来るとは思わなかったんですよね。僕はですね、津田さんへの黄色い歓声が止まらない止まらない。一つも出てないでしょう。一つも。そうでした。あの日本放送のね、イマジンスタジオに、お集まりいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってますか。いやいや、音楽コンサートみたいなことやらなくていいんですよ。音楽はないの今日。はい、でもね、裏で姿見で念入りに確認なさってたんですよ。確認してもですね、会場がなかったっていうね。見てください、あの東島の靴、今日は勝負靴履いてきましたんでね。ヒーロー履いてね。ヒーロー履いて、はい、気合入れてきましたよ。ますよ。津田さんは、いつもと変わりません。はい、私は、はい。さあ、こんなお二人でお送りしていきますけれども、はい、今日はゲストの方も豪華ですよね。すごいね、よく呼んだね、こんな人たちをね。この後質疑応答の時間も皆さんありますので、ぜひ一緒に参加してくださいね。津田慎一郎のニュースアウトサイダー、この後6時30分までお付き合いください。お願いします。 FM93AM1242 日本放送、津田慎一郎のニュースアウトサイダー。さあ、本日はスペシャル企画としまして、メディアの印象操作と偏向報道をテーマに、このイマジンスタジオに集まっていただいたリスナーの皆さんとディスカッションをしたいと思います。はい、今日はそのテーマとですね、ぴったりのゲストを、パネリストにお迎えしております。早々ね、登場していただきたいと思います。それではご紹介します。まずは産経新聞政治部編集委員、阿比留瑠衣さんです。1998年から首相官邸キャップを務め、現在は論説委員兼政治部編集委員として、コラム阿比留瑠衣の極限御免を執筆していらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。続いて文芸評論家の小川栄太郎さんです。現在一般社団法人日本平和学研究所の理事長、著書として天皇の平和、九条の平和、安倍時代の論点や常念司さんとの共著、テレビ局はなぜ放送法を守らないのかなどを書かれています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。続いて月刊花田編集長、花田和義さんです。1988年に週刊文春の編集長時代に週刊誌売上トップへと育て上げると、その週刊文春に何度も批判記事を載せた朝日新聞の契約編集者に就任。後に飛鳥新社に移ると、自らの名前を冠した月刊花田を創刊されました。よろしくお願いいたします。お願いします。そして最後にお迎えするのが作家でジャーナリストの門田隆昌さんです。2014年5月、朝日新聞のいわゆる吉田調書に関する報道に対して、これは誤報であると指摘。朝日新聞が記事を全面撤回し謝罪した経緯を綴った吉田調書を読み解く朝日誤報事件と現場の真実が話題になりました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。しかしなんだね、改めて4人並んでいただくと、なんかこうちびちゃいそうなメンバーだね、本当ね。そうですね。まあ、よろしくお願いします。さて今日はですね、新聞出版雑誌などで、まあ、見ていただいたら分かる通りですね、各メディアの内情に、まあ、精通している、よく知っている、そんな皆さん方をですね、お迎えして、日本のメディアは国民に果たして真相、真実を伝えているのかどうなのか、ね、フェイクニュースといった言葉に代表されるような変更報
報道というのは果たしてあるのかないのか、ね、といったテーマを中心にですね、まあ、考えてディスカッションしていきたいと、思います。まあ、まずですね、最近ね、メディアの動きで気になるのは、どうなんでしょうね。ここでは今日はどうですかね。いろいろと、法的な問題もあるんで、リベラル系新聞というふうな表現の仕方をさせていただきたいと思うんですが、なんかこう、過剰とも思えるようなね、安倍バッシングと言ったらいいんですか。なんかね、なんかこう批判する事柄とかテーマとか、言動があればね、それは批判してもいいんだろうけども、なんかもう、なんか批判のための批判みたいな、ように思えるんですけれども、なってるように思えるんですが、そのあたりについて、皆さん方どう思われているのか、ちょっとアビルさんから一言ずつ、この安倍バッシングをどう受け止めているのかってについて、ちょっとお話いただけますかね。安倍バッシングというか、安倍叩きといいますか、これ、実は最近、世間でもよく知られるようになってきたわけですが、第一次安倍政権の時、10年前の時もそうだったんですよね。第一次安倍内閣が、発足した翌日の朝日新聞の見出しは学級会内閣ですからね。新しくできた内閣についていきなり学級会というふうに、茶化してバカにしたような見出しをつける。それをずっと延々とやってきたものです。じゃあなんでそんなに安倍総理が憎いのかというと、まあ、これはそのリベラル系新聞全体というよりも特に朝日新聞に顕著な傾向なんですけども、もうずっと行きがかりがあるんですね。官房副長官時代の安倍さんが、小泉内閣の官房副長官時代の安倍さんが、朝日新聞の拉致被害者に対する対応を批判したわけですね。だそうすると朝日新聞が当時安倍さんに対して名指しで社説で批判を始めまして、それからずっと安倍さんを潰そうとして、安倍さんに言うことを聞かせようとして、全然潰せないし言うこと聞かないし逆に偉くなっちゃったから悔しくて仕方ないんだろうと。小川さんね、まあ、同じような質問なんですけども、やっぱりこう安倍さんにも批判されるべき理由って何かあるんですかね。もちろんこれだけ大国日本のですね、舵取りをしているんですから、厳しく批判をされなければいけない、チェックされなければいけないというふうに思いますね。しかし基本はやはり政策論争であるべきですよね。例えば今までの5年間の中で、初めての大きな特徴がある施政方針演説だったと思います。8割を内政課題に当てている。特に、少子高齢化向けの、まあ、地方創生とか人づくり革命とかですね、そういうものを包括プランとして初めて出したわけですよ。そしたらね、これをみんなが、ね、批判をしたり評価をしたり、ここはおかしいだろうとかって言うんだったら分かりますよ。どんどんやるべきでしょ。誰一人何もやってないじゃないですか。施政方針演説をきちっと批判したの見たことありますか。ないんですよ、全然まともな批判は。で、今でもまだ朝日新聞で盛りかけやってるわけでしょ。国会の質疑でも盛りかけですよね。で、こういうものは批判じゃないでしょ。単なる言いがかりで、単なる嘘をもとにした誹謗中傷なんですよ。だから私はまあ本を書いて、まあ、徹底検証森友賭け事件というのはですね、いわば須田さんがおっしゃった偏向報道だと私は主張していない、捏造だと言っています。まあ、そういう状況に対する批判の声が去年ものすごいいろんなところから上がった1年だったんじゃないかと思います。花田さんはね、まあ、花田さんは週刊文春時代、僕、まあ、花田さんの下でも、記事やらせていただいたことあるんですけれども、その時代から朝日新聞に対しては非常に、厳しい、立場を取られていました。ね。はい、で、加えて、その朝日新聞が、ここへ来てその安倍バッシングというのに動いているという点については、こう過去の件も含めてですね、どんなふうにご覧になっておられますか。まあ、安倍バッシングの原因は、要はその憲法改正を阻止したいと。安倍さんが憲法改正を目指してますから、それが気に入らないんでしょう。で、私は編集者になって50年なんですよね。で、その45年ぐらいはずっと朝日新聞の批判は続けてきてまして、朝日の天敵と言われたこともあります。だけど、なかなかですね、揺るがなかった。しかし、去年のから今年にかけてのですね、盛りかけ報道で、私は朝日の根底的ななんか報道っていうものがですね、揺らぎ始めたなと、こういう感じなんですよ。まあ、元週刊新潮でね、仕事をやっておられた、まあ、週刊誌の記者としても、ご経験がある今作家ですけどね、門田さんはそのあたりどんなふうに見ておられますか。私今のインターネット時代、これ情報
ビッグバンって呼んでるわけです、うん、これはもう今日会場にいらっしゃってる方皆さんフェイスブックだったりそのツイッターだったりブログだったりいろいろお持ちなんですけども一人一人が情報発信できるっていうこの時代も情報ビッグバンです。まあ、新聞がどういう力を発揮してきたかというと昔はあの情報を独占してたわけです。それはいろんなところに記者クラブを持ってましてですね、はいはい、その記者クラブに記者を配置してそして、発表当局の発表をそのままやったり、うん、そしていろんなものを持ち込んで、当局を動かしたりしていろんなことをやるわけなんですけど、うん、その記者クラブで、情報を、まあ、それぞれの警察にもあれば外務省にもある内閣にもある何も全部あるわけですから、でそれを自分たちの都合のいいように加工して、うん、私たち一般の国民に下げ渡してたわけです、ずっと。でその下げ渡してきた長い間の方式がですね、この情報ビッグバンとともに崩れてきたわけです。なんでかというとその下げ渡された情報っていうのは当事者がいますから、その当事者が嘘だとするとそれ違うよっていうことが分かります。その違うよっていう人が情報発信できるようになったわけです。これまでだったらそれ書いてるの間違いだよってわざわざ電話して、うん、それで読者候補室かなんかに回されてへへへんって笑われて終わってたわけです、うんうんうん、それがこれ違いますって私当事者ですってパーンとツイッターでもブログでもフェイスブックでも何でもいいけどボーンと告発できる、うん、あの時代が来たわけです、うん、それでどん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 嘘ばっかり書いてるかってのはバレてきちゃったわけです、うん、でそれの一つが吉田調書誤報事件です。これ私がブログでこれ誤報ですっていうことを書いただけです。でそこからドワーッと広がっていって3ヶ月後に謝罪してそして、編集幹部更迭で自分も辞任したわけなんですけども、うん、それ以来もあの部数喧嘩も止まらなくなったわけです、うん、でその挙句にあの座っておられる小川さんのこの言論封殺のスラップ訴訟が起こったわけなんですけど、まあ、これはあの滅びていく過程の今現在はそのピンポイントでいますけども、うん、10年20年経った時に振り返った時にこれがあのいかにもう最後の断末まであったかということは、うん、あの歴史が証明してくれると思います。今日ねこの4方においでいただいたのはもう一つ僕ね聞きたいことっていうのかな議論したいことがありまして、今日冒頭ちらっと申し上げたんですけれども、やっぱりね小川さんとそして月刊花田をね出版されているで飛鳥新社ね、先ほど花田さんがちょっとちらっと本出していただきましたけども、その本をめぐって名誉毀損訴訟が起こされたと。で実はね皆さんね私もこう見えて名誉毀損に関しては民事刑事両方ともプロフェッショナルと呼んでもいいんじゃないのかなと、30回近く訴えられてるんですよ。未だ負けなしですけどね本当にね。でびっくりしたのは私の経験でもない過去聞いたことが何かというと、メディアが個人をメディアが出版社を訴える、普通はね企業とか政治家が訴えるっていうことが一般的なんですよね。で、それに対して言論には言論で、やり取りしようじゃないかと必ず我々マスコミとか、メディアの側は言ってきた。それはね、なんでこれメディアが個人や、まあ言ってみればその出版社を訴えるのか不思議でしょうがない。ちなみにその本の中身というのは、はい、一連のこれまでの森友加計問題の報道に関して。森友加計報道がいかに、いい加減かと、フェイクかと。こういうことを、要するに朝日の紙面を小川さんが徹底的に分析して書いた、まあ論評したものなんですよ。しかもね、小川さんね、文芸評論家高田家を持ってますけども、この件に関しては結構取材されましたよね。もちろんです。何でしたっけ、いかがわしいバーにも行かれたと。あれは、一番重視した項目です。出会い系バーですね。出会い系バーに行かれた。前川さんのね。それからまあ、取材について言えば、もちろん首相官邸関係者、それから大阪府関係者とかですね、はい、当然そういう関係者の取材もしてますし、何よりも要するに去年の2月の森友の朝日のスクープ、そして5月の今度は加計の文科省文書、総理のご意向という文書ですね、このスクープに始まる2つのですね、端的に言うとこれ安倍疑惑なわけですよ。つまり安倍総理が何か怪しいことをしているんじゃないかという話ですよね。で安倍総理と安倍昭恵夫人の名前がどれだけ皆さん
連呼されたか、これはご記憶あると思います。それから首相官邸ですね、安倍政権そのもので、これを5ヶ月間にわたって再三安倍官邸が何か怪しい、総理が怪しいという、これを主導したのは間違いないわけですよね。で、大阪のね、森友の幼稚園って見たことあります？あれ一周歩いても3分ぐらいで回れちゃう幼稚園、そこに総理大臣が絡んでるという話、普通ありますか、そんな話で。そういうね、常識で考えてもちょっとありえないような話を安倍さんにできるだけ関係づけようと思って紙面を作り続けたわけですよね。そうこれを私が全部丁寧に新聞を読み解きました、はい、で何が分かったかというと、朝日の記事を600本盛りかけ全部で読みました私、ね、何も分からない600本通読しても何が問題で、事件の時系列が分からない、つまり何どういう時系列が明らかになって、そのうちの何が問題で、だからここまで記事にしているのかが全て分からなくて、うちのスタッフたちがみんな頭を抱えて、これ本になるのかな。で、議事録を、各種議事録を見た途端に、初日の議事録で全部解消、つまり国会でも大阪府議会でも1回の議事で問題は全部ほぼ見えてたんですよ。そして細かい詰めはありますよ、はい、細かい詰めがあったり、近畿財務局がいろいろちょっとごまかしたりとかいろいろあった、だからそういう不祥事を追及するのは結構だけど、安倍総理や官邸には何の関係もない件です。そうするとそれをですね、見出しで支持率が30下がるほど書いたら、これは日本語の普通の語感で言ったら創作だし、はい、捏造でしょうと。で、本のタイトルにも捏造というのを入れて、朝日新聞による報道犯罪というふうに題したわけで、そしたら彼らは訴状でですね、捏造虚報の事実はないって断定して書いてきてるんですよね。いや、これね、訴状を読むとね、訴状のさ、前の方にね、こういうこと書いたんですよ、原告ね、朝日新聞は上記両問題、その森友加計問題について、はいはい、安倍晋三首相が関与したとは報じていないと、安倍首相が関与していないことを知っていたこともないと。いやいや、そんな話です。本当書いてんの、そういうこと。訴状に書いてないの、それ。訴状に書いてない。嘘、書いてんの、朝日新聞、そのこと。とんでもないですよ、これ。だって関与したことは報じていないって、でもあれだけ関与したんじゃないかと匂わせるような印象操作をしてた。見出しもそうじゃないですか。だって、いや、だからね、だって、賭けのスクープは、進学部、総理の意向っていうのが記事ですよ。これは、総理の関与を報じてるんじゃないんですか、それとも、進学部、総理の移行なんちゃってって書いてあったんですかじゃないでしょ。これは普通こういう見出しを書いたら、進学部は総理の意向だと見出しで断定してるんですよ。疑惑じゃありません。これはもう関与を報道したというのが日本人の常識的な感覚ですよ。ちょっと待って、ね、当事者のまあ説明よく分かったんで、ちょっと第三者的に片脇さん、皆さんもちょっとものすごい大報道量なもんだから、皆さんもこう朝日新聞はじめテレビのワイドショーとかでもこんなになってると思うので、これいつもねその時に直した方がいいと思うことがあるわけです。リセットした方がいい。何かというと、これ何の疑惑かってことなんです。これは安倍晋三という総理大臣が籠池という友人のために国有財産を8億円値下げさせたという話なわけです。で、それがいろんなものが出て、なんとか局長が出てきたなとかっていろんなことをあれするんだけど、問題はそれが本当か嘘かなんですけど、もうみんなが書かないある重要なことがあるわけですね。これはあそこが大阪空港騒音訴訟の現場だったということです。皆さんこれを書いたら、これが安倍さんの疑惑に持っていけないから、みんなもう書かないわけです。だから皆さんもどっかで読んだことあるかもしれないけど、もうどっかに行っちゃってるわけです、いいですか皆さん。あそこは昭和45年からもずっと大阪空港騒音訴訟の現場で大変なとこだったわけです、そしてその最高裁まで行った後でついに国が全部買い取らざるを得なかったわけです、でそこに大阪音大という、こちらが左側の方に、西の方にあるんだけど、これを中心として豊中市はあそこを文教地区にしたいので、それで森友学園にも来てもらったらありがたいし、で自分が公園に作ったりとかってこうやるわけです。その時に
じゃあ森友の隣の道隔つ隔てた野田中央公園って今なってますけど、はい、これが一体いくら実質値下げされたかということなんです、うんうん、これはなんと国が14億円補助金ぶち込んでなんと 98.5% 値下げにしたんですよ、うん、で高速道路の向こう側行ったこれもう一箇所はこれ今豊中給食センターになっておりますがここは補助金ぶち込んでぶち込んで値下げ率なんと 100% ですよ。皆さんあそこが大阪空港騒音訴訟で国が手放したくて仕方がなくて仕方がなくて実質ただにでもそして 98.5% まで値下げしてでもあそこを文教地区にしたいところです、うん、でそこに籠池さんが登場した今段階でまだ 86% の値下げ段階でバレちゃった、うん、あれほとんど 100% 行くはずだったと私思いますよ、うん、その代わり安倍のあの字も関係ないです、うん、あこれ重要なポイントなんだけどももっともっといろいろ伺っていきたかったんですけどももう本当おしゃべりなね電池集めちゃったから濃いですね濃いから3つぐらいしか話できなくて、うんね、項目1で終わりましたけどもね、はいはい、ゲストの皆さん一旦ありがとうございましたありがとうございました。今週分はそろそろエンディングのお時間ですがようやく終わりましたかねやっぱり世の中のね、にはですねフェイクニュースと言ったらいいのかな変更報道ってやっぱりあるんだな新聞が書いてあるからテレビラジオが言ってるから、全てが事実じゃないんだなっていうふうには思わなかった気がします。そうですね、こうやってご意見を聞いていると、まあうん、データに基づいて意見をおっしゃってますからね、はいはい、うん、ですからやっぱりね自分の目で見て耳で聞いてそのね真偽というのをね、判断しなきゃいけないんだなっていうことが、今回の放送で分かっていただけたんじゃないかなと思いますね。今週は日本放送イマジンスタジオで行われた公開収録の模様をお送りしました。ゲストにお迎えしたのは産経新聞政治部編集委員の阿比留瑠衣さん、文芸評論家の小川栄太郎さん、月刊花田編集長花田和義さん、作家でジャーナリストの門田隆翔さんでした。吉田調書を読み解く朝日誤報事件と現場の真実が話題になりました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。しかしなんだね、改めて4人並んでいただくとなんかこうちびちゃいそうなメンバーだね。本当ね。そうですね、まあ、よろしくお願いします、さて今日はですね新聞出版雑誌などで、まあ、見ていただいたら分かる通りですね各メディアの内情に、まあ、精通しているよく知っている、そんな皆さん方をですねお迎えして日本のメディアは国民に果たして真相真実を伝えているのかどうなのか、ね、フェイクニュースといった言葉に代表されるような変更報道というのは果たしてあるのかないのか、ね、といったテーマを中心にですね、まあ、考えてディスカッションしていきたいと、思います。まあ、まずですね最近ねメディアの動きで気になるのはどうなんでしょうね。ここでは今日はどうですかね、いろいろと、法的な問題もあるんでリベラル系新聞と、いうふうな表現の仕方をさせていただきたいと思うんですが、なんかこう過剰とも思えるようなね、安倍バッシングと言ったらいいんですか、なんかね、なんかこう批判する事柄とかテーマとか、言動があればね、それは批判してもいいんだろうけども、なんかもう、なんか批判のための批判みたいな、ように思えるんですけれども、なってるように思えるんですが、そのあたりについて、皆さん方どう思われているのか、ちょっとアビルさんから一言ずつ、この安倍バッシングをどう受け止めているのかってについて、ちょっとお話いただけますかね。安倍バッシングというか、安倍叩きといいますか、これ、実は最近、世間でもよく知られるようになってきたわけですが、第一次安倍政権の時、10年前の時もそうだったんですよね、うん、第一次安倍内閣が、発足した翌日の朝日新聞の見出しは学級会内閣ですからね、新しくできた内閣についていきなり学級会というふうに、うん、茶化してバカにしたような見出しをつける、うん、それをずっと延々とやってきたものです、うん、じゃあなんでそんなに安倍総理が憎いのかというと、はいはい、まあ、これはそのリベラル系新聞全体というよりも特に朝日新聞に顕著な傾向なんですけど もうずっと行きがかりがあるんですね。官房副長官時代の安倍さんが小泉内閣の官房副長官時代の安倍さんが、朝日新聞の拉致被害者に対する対応を批判したわけですね。だそうすると朝日新聞は当時安倍さんに対して名指しで社説で批判を始めまして、それからずっと安倍さんを潰そうとして安倍さんに言うことを聞かせようとして
全然潰せないし言うこと聞かないし逆に偉くなっちゃったから悔しくて仕方ないんだろうと、あの小川さんね、まあ、同じような質問なんですけどもやっぱりこう安倍さんにも批判されるべき理由ってなんかあるんですかね。もちろんこれだけ大国日本のですね舵取りをしているんですから厳しく批判をされなければいけない、チェックされなければいけないというふうに思いますね。しかし基本はやはり政策論争であるべきですよね。例えば今までの5年間の中で初めての大きな特徴がある施政方針演説だったと思います。8割を内政課題に当てている、特に少子高齢化向けの、まあ、地方創生とか人づくり革命とかですね、そういうものを包括プランとして初めて出したわけですよ。そしたらね、これをみんなが、ね、批判をしたり評価をしたりここはおかしいだろうとかって言うんだったら分かりますよ。どんどんやるべきでしょう。誰一人何もやってないじゃないですか。施政方針演説をきちっと批判したの見たことありますか。ないんですよ、全然まともな批判は。で今でもまだ朝日新聞で盛りかけやってるわけでしょ、国会の質疑でも盛りかけですよね。で、こういうものは批判じゃないでしょ、単なる言いがかりで単なる嘘をもとにした誹謗中傷なんですよ。だから私はまあ本を書いて、まあ、徹底検証森友賭け事件っていうのはですね、いわばあの須田さんがおっしゃった偏向報道だと私は主張していない、捏造だと言っています。まあそういう状況に対する批判の声が去年ものすごいいろんなところから上がった1年だったんじゃないかと思います。花田さんはね、まあ、花田さんは週刊文春時代、僕、まあ、花田さんの下でも、記事やらせていただいたことあるんですけれども、その時代から朝日新聞に対しては非常に、厳しい、立場を取られていましたね、はい。で、加えて、その朝日新聞が、ここへ来てその安倍バッシングというのに動いているという点についてはこう過去の件も含めてですね、どんなふうにご覧になっておられますか。まあ、安倍バッシングの原因は要はその憲法改正を阻止したいと、安倍さんが憲法改正を目指してますからそれが気に入らないんでしょう。で、私は編集者になって50年なんですよね。で、その45年ぐらいはずっと朝日新聞の批判は続けてきてまして、朝日の天敵と言われたこともあります。だけど、なかなかですね、揺るがなかった。しかし去年のから今年にかけてのですね、盛りかけ報道で私は朝日の根底的ななんか報道っていうものがですね、揺らぎ始めたなと、こういう感じなんですよ。まあ、元週刊新潮でね、仕事をやっておられた、まあ、週刊誌の記者としても、ご経験がある今作家ですけどね、門田さんはそのあたりどんなふうに見ておられますか。私今のインターネット時代、これ情報ビッグバンって呼んでるわけです、これはもう今日会場にいらっしゃってる方皆さんフェイスブックだったりそのツイッターだったりブログだったりいろいろお持ちなんですけども、一人一人が情報発信できるっていうこの時代も情報ビッグバンです。まあ、新聞がどういう力を発揮してきたかというと、昔は情報を独占してたわけです。それはいろんなところに記者クラブを持ってましてですね、その記者クラブに記者を配置して、そして発表当局の発表をそのままやったり、そしていろんなものを持ち込んで、当局を動かしたりしていろんなことをやるわけなんですけど、その記者クラブで、情報を、まあ、それぞれの警察にもあれば外務省にもある内閣にもある何も全部あるわけですから、でそれを自分たちの都合のいいように加工して、私たち一般の国民に下げ渡してたわけです、ずっと。でその下げ渡してきた長い間の方式がですね、この情報ビッグバンとともに崩れてきたわけです。なんでかというと、その下げ渡された情報っていうのは当事者がいますから、その当事者が嘘だとするとそれ違うよっていうことが分かります。その違うよっていう人が情報発信できるようになったわけです。これまでだったらそれ書いてるの間違いだよってわざわざ電話して、それで読者合室かなんかに回されてへへへんって笑われて終わってたわけです。それがこれ違いますって、私当事者ですってパーンとツイッターでもブログでもフェイスブックでも何でもいいけどボーンと告発できる時代が来たわけです。それでどん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 嘘ばっかり書いてるかってのはバレてきちゃったわけです。でそれの一つが吉田調書誤報事件です。これ私がブログでこれ
合法ですっていうことを書いただけです。でそこからドワーッと広がっていって3ヶ月後に謝罪して、そして、編集幹部更迭で自分も辞任したわけなんですけども、うん、それ以来もあの部数喧嘩も止まらなくなったわけです、うん、でその挙句にあの座っておられる小川さんのこの言論封殺のスラップ訴訟が起こったわけなんですけど、まあ、これはあの滅びていく過程の今現在はそのピンポイントで いますけども、うん、10年20年経った時に振り返った時にこれがあのいかにもう最後の断末まであったかということは、うん、あの歴史が証明してくれると思います。今日ねこの4方においでいただいたのはもう一つ僕ね聞きたいことっていうのかな、議論したいことがありまして、今日冒頭ちらっと申し上げたんですけれども、やっぱりね小川さんとそして月刊花田を、ね、出版されているで飛鳥新社、ね、先ほど花田さんがちょっとちらっと本出していただきましたけども、その本をめぐって名誉毀損訴訟が起こされたと。で実はね皆さんね、私もこう見えて名誉毀損に関しては民事刑事両方ともプロフェッショナルと呼んでもいいんじゃないのかなと、30回近く訴えられてるんですよ。未だ負けなしですけどね、本当にね。でびっくりしたのは、私の経験でもない過去聞いたことがない、何かというとメディアが個人を、メディアが出版社を訴える、普通はね企業とか政治家が訴えるっていうことが一般的なんですよね。で、それに対して言論には言論で、やり取りしようじゃないかと必ず我々マスコミとか、メディアの側は言ってきた。それはね、なんでこれメディアが個人や、まあ言ってみればその出版社を訴えるのか不思議でしょうがない。ちなみにその本の中身というのは、はい、一連のこれまでの森友加計問題の報道に関して、森友加計報道がいかに、いい加減かと、フェイクかと、こういうことを、要するに朝日の紙面を小川さんが徹底的に分析して書いた、まあ論評したものなんですよ。しかもね、小川さんね、文芸評論家高崎を持ってますけども、この件に関しては結構取材されましたよね。もちろんです。何でしたっけ、いかがわしいバーにも行かれたと。あれは、一番重視した項目です。出会い系バーですね。出会い系バーに行かれた。前川さんのね。前川さんのね。それからまあ、取材については、もちろん首相官邸関係者、それから大阪府関係者とかですね、はい、当然そういう関係者の取材もしてますし、何よりも要するに去年の2月の森友の朝日のスクープ、そして5月の今度は加計の文科省文書、総理のご意向という文書ですね、このスクープに始まる2つのですね、端的に言うとこれは安倍疑惑なわけですよ。つまり安倍総理が何か怪しいことをしているんじゃないかという話ですよね。で安倍総理と安倍昭恵夫人の名前がどれだけ皆さん連呼されたか、これはご記憶あると思います。それから首相官邸ですね、安倍政権そのもので、これを5ヶ月間にわたって再三安倍官邸が何か怪しい、総理が怪しいという、これを主導したのは間違いないわけですよね。で大阪のね、森友の幼稚園って見たことあります？あれ一周歩いても3分ぐらいで回れちゃう幼稚園、そこに総理大臣が絡んでるという話、普通ありますか、そんな話。で、そういうね、常識で考えてもちょっとありえないような話を安倍さんにできるだけ関係づけようと思って紙面を作り続けたわけですよね。そうと、これを私が全部丁寧に新聞を読み解きました、はい、で何が分かったかというと、朝日の記事を600本盛りかけ全部で読みました私、何もわからない。600本通読しても何が問題で、事件の時系列がわからない。つまり何、どういう時系列が明らかになって、そのうちの何が問題で、だからここまで記事にしているのかが全てわからなくて、うちのスタッフたちはみんな頭を抱えて、これ本になるのかな。で、議事録を、各種議事録を見た途端に、初日の議事録で全部解消。つまり国会でも、大阪府議会でも、一回の議事で問題は全部ほぼ見えてたんですよ。そして細かい詰めはありますよ、はい、細かい詰めがあったり、近畿財務局がいろいろちょっとごまかしたりとかいろいろあった。だからそういう不祥事を追及するのは結構だけど、安倍総理や官邸には何の関係もない件です。そうするとそれをですね、見出しで支持率が30下がるほど書いたら、これは日本語の普通の語感で言ったら創作だし、捏造でしょうと。で、
本のタイトルにも捏造というのを入れて、うん、朝日新聞による報道犯罪というふうに題したわけで、うん、そしたら彼らは訴状でですね、捏造虚報の事実はないって断定して書いてきてるんですよね。いやこれね、あの訴状を読むとね、うん、訴状 の, さあの前の方にねこういうこと書いてあるんですよ、原告ね朝日新聞は上記両問題、その森友加計問題について、はい、安倍晋三首相が関与したとは報じていないと、安倍首相が関与していないことを知っていたこともないと。いやいや、そんな本当書いてんのそういうこと。訴状に書いてないの？それ。訴状に書いてない。嘘、書いてんの朝日新聞そのこと。とんでもないですよこれ。だって関与したことは報じていないって、でもあれだけ関与したんじゃないかと匂わせるような印象操作をしていた。見出しもそうじゃないですか。だって、いやだからね、だって賭けのスクープは、神学部総理の意向っていうのが記事ですよ。これは総理の関与を報じてるんじゃないんですか。それとも神学部総理の意向なんちゃってって書いてあったんですか。じゃないでしょ。これは普通こういう見出しを書いたら神学部は総理の意向だと見出しで断定してるんですよ。疑惑じゃありません。これはもう関与を報道したというのが日本人の常識的な感覚ですよ。ちょっと待って、ね、当事者のまあ説明よく分かったんで、ちょっと第三者的に片脇さん、ね、皆さんもちょっとあのものすごい大報道量なもんだから、ね、皆さんもこうあの朝日新聞はじめテレビのあのワイドショーとかでもこんなになってると思うので、これいつもねその時にあの直した方がいいと思うことがあるわけです。あのリセットした方がいい。何かというとこれ何の疑惑かってことなんです。これは安倍晋三という総理大臣が籠池という友人のために、友人のために国有財産を8億円値下げさせたという話なわけです。で、それがいろんなものがで、さあなんとか局長が出てきたなとかっていろんなことをあれするんだけど、問題はそれが本当か嘘かなんですけど、もうみんなが書かないある重要なことがあるわけですね。これはあそこが大阪空港騒音訴訟の現場だったということです。皆さんこれを書いたらこれが安倍さんの疑惑に持っていけないからみんなもう書かないわけです。だから皆さんもどっかで読んだことあるかもしれないけどもうどっかに行っちゃってるわけです、うん、いいですか皆さん。あそこは昭和45年からもずっと大阪空港騒音訴訟の現場で大変なとこだったわけです、うん、そしてその最高裁まで行った後でついに国が全部買い取らざるを得なかったわけです、うん、でそこに大阪音大というこちらが左側のあの方に西の方にあるんだけど、これを中心として豊中市はあそこを文教区に文教地区にしたいので、うん、それで森友学園にも来てもらったらありがたいし、で自分が公園に作ったりとかってこうやるわけです。その時にじゃあ森友の隣の道隔つ隔てた野田中央公園って今なってますけど、はい、これが一体いくら実質値下げされたかということなんです、うんうん、津田慎一郎のニュースアウトサイダー。はい、こんばんは。かわいい、怖いが心は優しい、津田慎一郎です。こんばんは、日本放送東島恵里です。この番組はですね、世の中に溢れる本質と見えにくいニュースや納得のいかない、そんな様々なニュースを取り上げてですね、その当事者を、招いてとことん議論していく、そんな番組です。はい、ニュースアウトサイダー、今週は特別バージョンですよね。今目の前にお客様がいらっしゃっています。皆さんこんばんは。こんばんは。津田慎一郎のニュースアウトサイダー、初めての公開収録ということで、はい、たくさんの本当にたくさんのね、方々にこの辺来るとは思わなかったんですよね。僕ですね、津田さんへの黄色い歓声が止まらない止まらない。一つも出てないでしょ。一つも。そうでした。あの日本放送のね、イマジンスタジオに、お集まりいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってますか。いやいや、音楽コンサートみたいなことやらなくていいんですよ。音楽はないの今日。はい、でもね、裏で姿見で念入りに確認なさってたんですよ。確認してもですね、会場がなかったっていうね。見てください、あの東島の靴、今日は勝負靴履いてきましたんでね。ヒーロー履いてね。ヒーロー履いて、はい、気合い入れてきましたよ。出ますよ。須田さんは、いつもと変わりません。はい、私は。はい。さあ、こんなお二人でお送りしていきますけれども、はい、今日はゲストの方も豪華ですよね。すごいね、よく呼んだね、こんな人たちをね。この後質疑応答の時間も皆さんありますので、ぜひ一緒に参加してくださいね。津田慎一郎のニュースアウトサイダー、この後6時30分までお付き合いください。ありがとうございます。 FM93AM1242 日本放送、津田慎一郎のニュースアウトサイダー。さあ、本日
日はスペシャル企画としまして、メディアの印象操作と変更報道をテーマに、はい、このイマジンスタジオに集まっていただいたリスナーの皆さんとディスカッションをしたいと思います。はい、今日はそのテーマとですね、ぴったりのゲストを、パネリストにお迎えしております。早々ね、登場していただきたいと思います。それではご紹介します。まずは産経新聞政治部編集員アビル・ルイさんです。1998年から首相官邸キャップを務め、現在は論説委員兼政治部編集委員としてコラムアビル・ルイの極限5面を執筆していらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたしま す。続いて文芸評論家の小川栄太郎さんです。現在一般社団法人日本平和学研究所の理事長、著書として天皇の平和、九条の平和、安倍時代の論点や常念司さんとの共著、テレビ局はなぜ放送法を守らないのかなどを書かれています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。続いて月刊花田編集長、花田和義さんです。1988年に週刊文春の編集長時代に週刊誌売り上げトップへと育て上げると、その週刊文春に何度も批判記事を載せた朝日新聞の契約編集者に就任、後に飛鳥新社に移ると自らの名前を冠した月刊花田を創刊されました。よろしくお願いいたします。お願いします。そして最後にお迎えするのが作家でジャーナリストの門田隆昌さんです。2014年5月朝日新聞のいわゆる吉田調書に関する報道に対して、これは誤報であると指摘、朝日新聞が記事を全面撤回し謝罪した経緯を綴った